犯行時に袴田さんが着用していたとされる5点の衣類についた血痕の色をめぐり弁護団はこれまで長期間味噌につけると赤みが残らないと主張してきましたこれに対し最高裁は赤みが消えることの専門的な知見を調査するよう求めていました先ほど弁護団は県庁で会見を開き血液を味噌に長期間つけると赤血球が壊れて ヘモグロビンが酸化し赤みが徐々に消え褐色に変わるという科学的な知見を専門家から得て血液を1年以上味噌につけると赤みは残らないと結論付けた鑑定書を提出したと発表しました5点の衣類は事件の1年2ヶ月後に血液の赤みが残った状態で発見されたため 袴田さん以外の第三者が隠した可能性を指摘しています。最高裁のあの要請に、もう満点の回答でもって答えたと。再審を開始をもう決定づける、まあ非常に重要な、あの新規明白な証拠になり得るというふうに考えているところです。